ミュール防石器は、イギリスの発明家、サミュエル・クロンプトンが1779年に発明した防石器、つまり天然繊維をよって連続的に糸にする装置の一種。1830年に、リチャード・ロバーツが自動化することで、単純作業だけをする労働者が誕生し、社会制度を一変させることになった。動物の毛を手でよって、糸にする、様子昔から、 植物の繊維や動物の毛から糸を作り布を作るという作業が行われてきた。それら天然繊維は採取したまま布を作れるほど長くはなく太くもない。そのため人々は天然繊維をよって糸にした。この作業が宝石である。後に糸車を使うようになった。長い間その方法が使われてきたが18世紀になってイギリスが 産業革命を迎えると、すべての工業製品が不足するようになり、糸についても簡単に大量生産する方法が模索された。1767年、ジェームズ・ハーグリーブスは、複数の糸を同時に寄ることができる装置、ジェニー防石器を発明した。効率は大きく向上し、細い糸を作るのにも適した装置だったが、太い糸を作るのには不向きだった。また、 ジェニー防石機は手動であり、仕組みも手作業の手順をそのまま装置化したようなものだった。18世紀中頃、リチャード・アークライトは、馬力を利用した馬力防石機を発明し、ついで馬力カード機を使って、毛の方向を揃える仕組みを開発した。これは、動力源を人力から変えた画期的なもので、設置費用も安かった。カード機のアイディアは、優れていたが、 防石部分が複数の滑車を使って糸を強く引っ張る仕組みだったので太い糸を作ることはできたが細い糸は切れてしまい作れなかった。当時の食器は強い縦糸と細い横糸の両方が必要でありジェニー防石器、アークライトの防石器ともに不完全だった。また、アークライトは1769年には水車を動力とする水力防石器を作った。 初期のミュール宝石機、横方向の針にギアが配されている。1779年、サミュエル・クロンプトンは、アークライト宝石機の欠点を、ジェニー宝石機の仕組みで補おうとした新しい機械、ミュール宝石機、別名、ジェニーミュールを発明した。ミュールは、英語で馬とロバの愛の子、ラバを意味する。この機械が二つの機械の愛の子であることから、名付けられた。 下部中央に二輪の部品、キャリッジがあり、そこにスピンドルが設置されている。キャリッジはレールを移動しながら、粗い糸を引き伸ばし、同時によりをかけていく。引き伸ばしながらよりをかけるため、糸の断面は丸みを帯びた形状となる。キャリッジがレールの端まで移動し終わると、可燃が終わった糸をスピンドルに巻き取りながら、キャリッジは元の位置に戻っていく。クリンプトンは、 この装置を木で作った、ジェニー防石機との最大の違いは、スピンドルを移動させたことである。キャリッジが糸を引き伸ばしよる方向に進む工程を、外装、スピンドルに糸を巻き取る方向に進む工程を、内装と呼んでいる。なお、動力は手動である。そのため、手動ミュール防石機とも呼ばれる。この装置は内装工程の調整に、ベテランの技術が必要であった。また、 カズトが同時に運転できるのは264から288水だった。この装置で作った糸は強く細いので様々な売り物に使うことができた。特に木綿の糸を作るのに使われた。クロンプトンはこの発明の特許を取れなかった。クロンプトンは発明の権利をダビット・デールに売り、デールが装置を買い手動ミュール防石器が後に自動化されるまでの間の 重要な改良としては、1791年、ライトによるヘッドストックの改良が挙げられる。ライトの仕組みは、加念するときには、回転するスピンドルに糸は巻き取られず、糸がスピンドルの先端から滑り抜けていく。これにより、糸によりが加わる。そのため、スピンドルの先端には丸みが付けられている。次の巻き取りの工程では、スピンドルの横で糸ガイドが動き、 スピンドル全体に均一に糸を巻き付ける。この他の工夫を次に示す。1790年、1791年、1793年、1818 18年、ロバートの自動ミュール1820年頃のミュール防石器は一部で手作業が必要だった。この頃になると蒸気機関もかなり発達していたが、防石器には使われていなかった。 防石器が全自動ではなかったため、青年男子が月き切りで作業する必要があった。リチャード・ロバーツはそれを自動式に改良し、1825年と1830年に特許を出願している。ロバーツは1830年にロバーツ食器と呼ばれる動力食器も発明している。これらの発明は防石工場を大規模化させるものだった。ロバーツが改良した点は、 であり、要するに内装の糸巻き工程に人手がかからないようにする工夫が主だった。これらの仕組みの誕生は、ロバーツの功績もさることながら、50年前のクロンプトンの時代にはない部品が数々、発明されていたことも大きかった。1835年の綿棒石工場の様子1834年には、60以上の工場で採用され、1850年代には、 イギリスの中、大野で糸のほぼすべてが自動ミュールに置き換えられた。ただし、細い糸にはまだ手動ミュール防石器が使用された。手動ミュール防石器で一人が同時に運転できるのは264から288水だったが、ロバーツの自動ミュール防石器は青年1トリオ2から3人の少年で補助すれば1600水が運転できた。これは、 手動ミュール防石機の運転調整が熟練を要したのに対し、自動ミュールの運転は、糸継ぎと装置トラブルの監視だけをすれば良いためだった。自動ミュールは大量の単純労働者を生み出したため、社会に大きな影響を及ぼした。スコットランドの科学者、アンドリュー・ユアは1835年の著書、製造業の哲学の中で早くも、この重要性に言及し、 工業自動化の完成であると述べている。マルクスも1867年の資本論で自動ミュールとその影響についてたびたび言及している。ミュール防石器のスピンドルは荒糸を引きながら1.5メートルほどの距離を移動し、戻り動作の際、防石された糸が円錐形のスピンドルに巻き取られる。この速度は明治後期に日本に入れられた装置では引き伸ばし工程に9秒。 バックオフに2秒、巻き取り工程に4秒ぐらいであった。ミュール防石機は糸のよりと巻き取りが別々の工程なので、スピードアップに原理的な制約があった。また、トラブルが多い機械だったので、調整技術者が必要だった。そのため、よりと巻き取り、同時にでき、かつトラブルが少ないリング製防機に置き換えられた。ただし、リング製防機の登場当初は、 糸質が劣っていたため、ミュール防石機も並行して使われた。日本では西洋の防石機として、まずミュール防石機を使用し始めた。1886年からリング製防機も使われ始め、早くも1889年には防水数で逆転された。1907年頃には防水数の97%がリング製防機となった。ありがとうございます。